フレームチャンネルへようこそ。はい、ということで今回もこちら大宮オフィスに来ております。いつも通り。はい、ということでナミコさん、はい、今回はフレームレポート第2弾の動画を紹介しようということなんですけど、はい、前回どうでした？前回は本当にクオリティが高くて、うんうん、実際にその場所に走りたくなるような動画だったので、ね、卵かけご飯とか本当に食べたくなったもんね。美味しそうだった、うん、はい、ということで今回はね、どんな動画が待っているのか見ていこうと思います。どうぞ。こんにちは、フレーム特派員の宮川です。今日は僕の愛車グラベルロードについてご紹介しようと思います。テントとかを持って旅をしたいという方、ぜひ最後まで見てください。まず今何もついていない自転車本来の姿を見てください。僕が思うグラベルと通常のロードバイクの違いっていうのは、タイヤの太さとダブ穴の数だと思います。僕の自転車グラベルの場合、タイヤの太さは大きさは 700cc で、太さは36になってます。 36mm なんで、まあ、普通のロードバイクだと25とか28なんで、やっぱりちょっと1センチぐらい太いってことですね。後輪もこんな感じです。ゴツゴツタイヤ、通常のロードバイクより太いってことで、長距離走った時にパンクしにくかったり、荷物つけた時に安定性を保ったまま走ることができます。次にダボ穴ですが、僕の愛車の場合、前には当然ついてます。そしてここにもついてます。で、ここにもで、後ろ側にもですね。そして何といってもここのダウンチューブ下、ここにもついてるんです。合計で 1,2,3,4,5 箇所にダボ穴がついてます。そうなんだ。これは夢がありますよね。夢。ブレーキシステムなんですけど、結構グラベルロードだとディスクブレーキが主流になっていて、僕のやつは機械式のディスクブレーキになっています。ちょっとね、油圧式よりはブレーキ重かったりするんですけど、ちょっと大学生のお財布事情で機械式になってます。大事だよね。じゃあこれにキャリアとか荷物をつけるとどうなるか見てみましょう。それではじゃん、バン、こんな感じでなります。おー、かっこいい。前側にね、もう別の自転車だね。寝袋とか、うん、上着とかをついてます。で、まあ、後ろもつけて、キャリアつけてパニラつけてます。ちょっと今ね、空なんですけど、こんな感じになってます。後ろから見ると釣りそうだね。めっちゃ入りそう。ほんとね、ダボ穴最高ですよ。ね、ダボ穴夢って言ってるもんね。ダボ穴がないと自転車じゃありません。ダボ穴の数は正義。めっちゃ好きじゃん。面白いな、ダボ穴。めっちゃ面白いな、ダボ穴。多分ね、何よりも気になるのはこの長い、これだと思うんですよ、うんうん、この長いのね、こう前にトップチューブ沿いに後ろまで出ている、これはじゃん、こういう、でしょうね。日本のこういう感じの、すごいね、収まるね、中身が。これを一本につなげるとこんな感じになります。うーん、立派。2メートル70センチ、3区21センチ、2メートル50センチぐらいの長さです。かわいいな。じゃん、この釣竿をね、自転車と一緒に持って日本全国行っていろんな魚を釣るっていうのが僕の夢です。わー、素敵。もともと僕はね、こういうテントとか釣り竿を担いでいろんなとこ行って魚を釣るっていうのをやってて、で去年このグラベルロードの存在を知ってから、あ、これいいと思って買いました。で、本当はね、今年とかもこのグラベル乗っていろんなとこ行きたかったんですけど、まあ、ご時世的にね、それは許してもらえず、まあ最近はもう近場をサイクリングばっかりしてます。まあ、以前撮った北海道礼文島での釣りの様子やテントを張る様子撮影しているので、ちょっとそちらをご覧ください。やってるんだ。わあ、いいね。組み立てる動画、私結構好きかもしれない。はいはい、ずっと見てられる。確かに。
立てな大変なのにねそうそうそう動画見る分には楽しい見ちゃうよね、うん。結構立派なテントじゃない一人にしては、ね、ソロテントとしてはでかいな。好きなんだね。いいですね。これ食材を取るのかな。釣りこの前一匹も釣れなかったな羨ましい。こんなじゃない。おー、エゾメボリ。唐揚げにしてもねあー皮もいいよね。綺麗な皮だね。え、皮でも釣っちゃうけ。わすごい見えなかった。ないな。うわー、アメマス。教えてほしい釣り。え、食べるでしょ。ほら。すごい。美味しそう。いや、いい動画じゃない。あ、うまそう。一番よ。塩焼きが一番。シンプル一番うまいやつだよ。お米と。ああ。じゃあ朝は煮物にしたのかな。そっかそっか。はい。お米が一番うまいのよあーそうだよね。お米炊くの難しい。いい動画、うん、美味しそうこういうのやりたいね。憧れるよ。ロマンだよね。え、いいじゃん。めっちゃ。あ、登山もやる。登山もやるんだ。超いいなこの生活。綺麗だな。人情感あっていいね。あ、うわ、はいはい、上でチキンラーメン。超羨ましいんだけど。そうなんだよね。うまいんだよ本当に。うまい。ちなみに、この僕の乗ってるこの自転車はジェイミスさんっていうメーカーの、ジェイミスというメーカーのレネゲードエクスプローラーというものです。というか入門機、レネゲード A1 っていう入門機があるんですけど、本当はそれ買おうと思ってたんですけど、実は型落ちしたこのエクスプローラーの方が安くてこっちを買いました。やっぱ、ね、金欠大学生なんでなるべく安くものを買いたいです。動画学隊だとネストのガビルとか、あとソノマアドベンチャー、ライトウェイのソノマアドベンチャーとかもありますね。かわいい。結構それらとも悩みました。まあでもこのね、型落ちのエクスプローラーが一番安かったです。運が良かった。出会いだからね。そう、グラベルロードでやっぱ車体を持ってタイヤも太いんで、そのスピード普通のロードバイクほどスピードは出ないです。100キロを3時間で走ったりとかはもう不可能です。でもその100キロを安定して荷物積んで走るというところはやっぱグラベルの強さだと思います。あと丈夫ですね。もう本当にパンクとかもほとんどしないし、もう、ね、剛性が一番です。まあ結構、ね、河川敷のサイクリングロードとか走ってるとどんどん置いてかれます。もう、ね、ああ早いなとか思いながら皆さんにねどんどん抜かれてると思います。早く落ち着いてねテントツーリングできる日が来ることを待ってます。いかがだったでしょうか。僕はね、まあ、コロナ落ち着いたらですけど、こう自転車に乗ってテント張って釣りを日本全国も、まあ、世界とかは行っていこうと思ってます。もし応援してくれるという方いましたら、ぜひ僕の、
YouTube チャンネルもチャンネル登録よろしくお願いします。はい、ということでなみこさん、はい、いかがだったでしょうか。めちゃくちゃ面白かった。いや、なんかちょうどいいさ、うん、動画だったよね。いや、まあね、あのグラベルの夢が全部詰まった、うん、あのダボ穴に対する 愛がすごかった、ね、私さ、自転車のダボ穴についてそんな注目したこと今までなかったけど、なんかなるほどって思ったよ。面白かったね、うん、あと、ま、9分の動画の構成としては、うんうんうん、結構いろいろ見たなっていう感じはね。あ、そうだね、すごい内容がいっぱい。最初、ね、自転車紹介から入って、うん、北海道の旅、うん、で釣り動画、うん、よかったな。いや、釣り羨ましかったな、うん、あれ。なみこさんも最近釣りをね、あのあとね、9時から4時まで釣って1匹も釣れなかったんですよ。多分ね、日頃の行いが悪いな。そういうんじゃないけど、いや、あんなちゃんと釣れて、それを自分で調理して、それをテントの中で食べるって、ね、最高だなと思ったし、海釣りもできて、川釣りもして、ね、そうそうそう、焼き魚に魚にして、ちょっと贅沢だよね。贅沢。そして登山もしてたのが、うん、私はもうポイント。いいよね、登山のね、上で ね、頂上でチキンラーメン食べて、あとやっぱリアルなのはさ、この金欠大学生っていうところがすごく共感を ね、呼んだのかなと思います、うん、はい、というわけで今回第2弾だったんですけれども、まだまだフレーム特派員の動画を募集中なので、ぜひぜひ皆さん、送ってみてください、はい、詳しくは概要欄をチェックしてみてください、はい、ぜひね、自分の地域のね、紹介とか愛車紹介なんでも待ってますので、ぜひご応募ください。はい、それでは今回の動画も面白かったよって思った方はグッドボタン、釣りしたいな、山登りしたいな、グラベル乗りたいなって思った方もグッドボタン、高評価よろしくお願いします。それでは次回の動画もお楽しみに。グラベルロード、ダボ穴、チャンネル登録はこちらから、他の動画はここと、ここから見てね。